三五十。ほにゃある。どれやもんやろ。どれや。まあ、もうこんなんやもん。うん。あ、めっちゃ食う。あとは計算する赤字か。計算する赤字やで。赤の計物質とかやか。ようしゃべるおっさんや。今から刺し網を入れに行きます。刺し網、先端から行きます。先端から、よし、行きます。じゃあこれで一晩置いて明日の朝引き上げますね。おはようございます。一晩経ちました。今から刺し網を引き上げに行きますね。刺し網引き上げに行きます。さすがゴールデンウィークの早朝は釣り人いますね。子供もいます。子供も堤防で釣りしてます。快晴や、快晴、快晴やな。風です。今日は無風。早速赤木が、赤木が自ら赤木地獄に行ってしまったんで仕方がないんですけどね。どうやこれ。これ赤木。もう今ね、赤木胞子めっちゃついてるんで今一番いい状態ですねこれ。ぬるんぬるの状態ですね。赤木。じゃあ、気合い入れて揚げていきますね。気合い入れて揚げていきます。うんじゃい、これ。グレ。グレ。これ。グレ、外そうと思ったんですけども、ぐるんぐるんすぎてやばいんで、もう後で外しますね。これ後で外します。ちょっとこれはあまりにもぐるんぐるんすぎて。お、サザエ乗ったぞ。久々に、久々にサザエが乗ってきましたね。これサザエです。あ、ちょっと砂地の方に移動してた。あ、イエス、来た。コウイカ、コウイカ来たー。ようこの状態でおったな、こいつ。あれ、コウイカ来ました。コウイカ、やった。こいつは今から炭吐くんで入れときます。ほら、吐いた、炭吐いた。いいなぁ。コウイカいいなぁ。まあ何がいいって、ゴミがないのがいいですね、これ。ほとんどゴミがないです。で、この辺、昨日網入れた時に、網がひっくり返ったんですけど、全然いい感じに、ひっくり返った場所でいい感じに取れてます。あ、イワシ。カタクチイワシがひっついてました。うわ、これは餌です。これはパン粉の中にハタがいるんでね。ハタとでっかいタケノコメバルがいます。でっかいタケノコメバル、なんや、あ、ワニゴチか、ワニゴチか。これはワニゴチっぽいな。ワニやな、これ。マゴチかと思ったらワニゴチだな。ワニか。あった。いって。こいつね、トゲが、
ビルがあるんで、こいつのこれトゲがあります。ここにトゲ、パチーン。もう危ないものを先に取っときます。これこういう危険な凶器は先に、はい、もうこれで無敵ですね。何にも怖くないです。よう暴れる、よう暴れる。まあ、よう暴れるわ、あいつらは。実はサザエを狙ってたんですけどね、今日は。まだか、まだちょっと早いな。こんな細かいサザエ、細かいわ、これ。リリース、なんだこれ。船、フグ、フグ、めっちゃこのフグ。まあ、フグは基本リリースですけどね。うわ、ぬるぬるがすごい。ローションみたいになってますね。ローション、ぬるぬるローションです。サザエも乗ってきますけど、細かいばっかりで話になりませんね。いつもならゴールデンウィークってもうそろそろサザエが動いてきてね、岩の上にポコポコ来るんで、それが網によくかかるんですけど、今年はダメですね。何かいろいろと時期がずれてます。で、本当は今日ひじきの口開けやったんですけど、すごく天気はいいんですけどね、明日から雨予想なんで、ひじきを取っても乾かんやろうということで。うーわー、いご、あいご。というわけでひじき延長しましたね。ひじき延長です。昨日あげた動画のおっさんも言ってましたけど、ひじき来週に変わりました。おメバル、黄金のメバルが来ましたね。黄金のメバル、おお、また黄金のメバルが来た。黄金連続ですね。これは金運が上がっとるな。また知らんけど、よっしゃ。こうやってね、くぐらすと死んじゃったりするんですけど、これ宿狩りばっかやな。今日は網ちょこっと入れただけなんで、もうすぐ終わりですね。今日は距離短いです。あ、タケノコメバル、かわいい、かわいいタケノコメバルが来ました。こんなもん、お前リリースサイズやないかい。リリースやないかい、これは。暴れんな、暴れんな、返したるから。暴れんなよ、暴れるなって。これタケノコメバルです。これの大きいやつが、あの、カンコの中にいるんですけど、カンコテ、イケスのことです。これはリリース。それ。竹
ケノコちゃんはリリースしましたね。うまいんですけどね、タケノコメバル。大きいタケノコメバルの刺身、めちゃくちゃうまいです。大好きですね。クエとか食ってるのとそれ変わらんぐらいうまいです。もう終わりか。終わりかな。なんや、今日もあかんな。今日も飽きませんね。はい、終了です。はい、上がってきました。子供の日のおかずにね、何かメインディッシュあればなとか思ったんですけど、イカですね、今日はイカ。子供の日はお魚パーティーですよ。これじゃあこの魚を外していきますね。この魚外します。ちょっと絡まりすぎや、絡まりすぎやぞお前。これは絡まりすぎやろ。はい、アイゴです。アイゴ捨てようかと思ったんですけど、一応持って帰ります。こうやってハサミでもうこのヤバいのを切っときます。誰かあげた時にね、もうこれで手つくと、せっかく魚ねもらって喜んでも、これでワヤになるんでね、手がもうトゲ刺したら一気にブルーになるんで、これトゲです、トゲ。じゃあどんどん外していきます。鷹の葉です、これは鷹の葉。鷹の葉だらけだ。なんか刺身すると美味しいらしいんですけどね、これも。鷹の葉刺身すると美味しいとか言って昨日言ってましたけど、昨日じゃない、この前。空気になりません。なぜかね、鷹の葉は触ってるとシャンプーみたいにこの泡ブクブクになってくるんですね。シャンプーってあだ名つけようか。はい、シャンプーです。うわ、ちょっと船がセトラポットに船が当たりそうですね。夢中になって全然見てなかった。今グレーを外そう。はい、グレーです。グレー全部外そうと思ったんですけど、船が接近したんで、もう桟橋戻ります。やばいんで脱出します。やばいんで脱出で、ここに岩がポコーンって出てるんで、その間をすり抜けます。ここは本当に地元じゃないとわからないんで、めちゃくちゃ危険です。ガツンってここで乗り上げてるの何回も見たことあります。抜けた。じゃあ桟橋戻ります。魚外しました。一つだけのじ、あ、イカも色変わってます。イカの色変わってますね。ワニゴチ。